はい、皆さんこんにちは。今回はこちらを紹介したいと思います。白馬から出ているレンズケースなんですけれども、こちらをねインスタ360の1インチエディションのケースとしていいんじゃないかと思って買ってみたんで、ちょっとそちらを装着してみたいと思います。でまずこちら、今ねインスタ360は私こんな感じで運用していて、もうねこのレンズカバーつけてから、もうこのそのこれは確か100均のセリアかダイソーで買ったと思うんですけど、こんなん家に落ちてて、このなんかちょっとウエットスーツでできてるみたいな素材のもので、これに入れてねこうちょっと旅行持ち歩いたりして1日歩いてみたんですけど、そのままねゴムのラバーもつかないんで、このままこの中にねこういう感じで入れて、こんな感じで持ち歩いて、まあこれでもね十分用を足していたというかね、レンズ見ても特にね傷ついてる感じもしないんですよね。後ろも特にねこう傷ついてるわけでもないんですけど、中でねちょっとこう遊びがあるというか、まあ閉めてしまえばそんなに動かないんですけど、ちょっと遊びがあって、まあ、ちょっとねかっこ悪いっていうのもあるんで、こちらをね入れようかなと思ってこちらを購入しました。それでは早速開封してみたいと思います。まあ、開封も何ももうケースから出てしまっているのであれなんですけれども、ちょっとこれを外して、これどうやって外すんだろう、こうかな。はい、まず水に強く伸縮性が高いクッションゴム製っていうので、このねベルトループみたいなのついてるんですけど、こちら注意書きがあって、こちらはあのレンズが落下する恐れがあるためベルト通しとしては使用しないでくれと。開ける時のあくまでもこうね手をこうやってやって開けれますよっていう補助でですね。でこちら中にこういった感じの取り外しの仕切りが両側ついていて、さらにのレンズの、まあレンズって一眼レフのレンズですね、の径が小さい大きいを緩和するために中にこういったクッションもついていて、こんな感じでねクッションがばらせるっていうものなんですけれども、まあ今回はねインスタ360をこの中にそのまま入れたらどうかなと思って買ってみたんですけれども、中はねこんな感じでちょっと肝というか毛羽立っているような感じの、まあ、柔らかい素材ですね。ただねそのままあくまでも一眼レフのレンズみたいなものを入れるっていう道具なんで、例えばこんな感じのものをこうやって収納するっていう、ちょっとこのレンズが大きくて入んないですけど、こういうものなのでインスタ360のようなレンズをむき出しで使うものはね、まあ、おすすめしないとは思うんですが、まあ、私はね前回レンズカバーをつけてそれが結構運用しやすかったんで、そのレンズカバーのカバーを探していて、まあこれだったらいけるんじゃないかなと思って買ってみました。でまずこれはそのまま入れてですね、入れて、こちらはねちょっと外して、こちらの1インチエディション、こちらを結構ねこの自撮り棒がついたまま収納したいってことが多かったんで、これはいいんじゃないかなと思ってこんな感じで入れて、このね商品のサイズがこれ 120mm までの長さがだいたいレンズでおすすめですよっていうことなんですけれども、インスタ360の本体がだいたい 130mm ぐらいあって、ちょっと入るか心配だったんですけど、まあさっき言った通りケースの中でこう動いてほしくないっていうのがあって、そうすると多分擦り傷とかの原因になっちゃうんで、ぴったりサイズのものを買おうと思って
買ってみてぴったりね入ったっていう形ですけども、どうですかね、このこんな感じで取り出せてこのまま収納できる、こんな感じで使えるって。でさすがにこれを片方つけようとするとちょっと入らなかったんで、まあ、これは今回は使わずに中の径を小さくするものを使って、まあ、これだったらねそんなにこう中でゴシゴシしない限りは傷もつくことないと思うんで、まあ、ちょっとレンズカバーっていうのもあって強気でこの運用でしばらく行ってみたいと思います。もちろんねあのレンズむき出しっていうのはちょっとねおすすめできないというか、私はね怖くてやれないんですけども、これがいいのはですねこれ結構開けやすいので、このファスナーのところここだけねちょっと当たるの気をつけてあげて、まあ当たってもそんなに硬い素材じゃないんで大丈夫かなっていう気はするんですけど、まあちょっとね神経質にこうこういう感じで入れてあげて締めてあげると。でこちらこちらにね移動中の時とかにここに USB を挿して給電しながらって、はいこんな感じでモバイルバッテリー給電しながら移動中にちょっとバッグの中にねこうしまっておいて、で次のところに行った時にまたこれを抜いて撮影してっていうのもやりやすいんじゃないかなと思います。こう入れるのがいいですかね、こう入れてこうちょっとぐるっと、そうするとちょうど入るっていうね、まあこれ結構上から見るとこんな感じ、ちょっと外しましょうかね、まあこう外すとこんな感じですね、ちょうどすっぽり入ってる。でこことここにこちらにレンズがあって、まあこんな感じですね、これをこの状態で持ち歩くので、うんいい感じ。まあこのねレンズカバーそのまま裸でこうレンズカバーをしている状態でこのケースに裸で突っ込んで傷がつかないかどうかっていうのはちょっと自己責任になっちゃうんですけど、まあ私は大丈夫かなと思ってしばらくこれ便利そうなんで運用してみようかなと思っています。本日の動画はインスタ360の1インチエディションをレンズカバーをつけたまま収納できるケースを探して買ってみたっていう動画です。こちらのね白馬のレンズケース気になる方は概要欄に Amazon リンク貼り付けておくのでチェックしてみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンで応援していただけると嬉しいです。それではまた。